江戸小読わかんねえ。東京カレンダー。全然いいです。あ、いい。わ、すごい。ダイナミックだ。浄土真宗の。今日これ全部食べれるんですかね。花も多分食べれます、はい、フラワー。初めて綺麗なモデルさんとご一緒にこう写真撮影っていうのは人生50年の中で初めてだったので、なんかとても新鮮で緊張しましたね。そうですね、あの店員と間違えてましたね。またやったの。神田さん別に店の人じゃないですか。いやでもだからその緊張しないようにそのまあ繕ってはいたんですけれども、というところでちょっとボロが出たっていうところは。そうですね、やっぱりドッキリだろうと思って来たんですけど。違いますか。本当ですか。大体みんな違うって言うんです。そうですよ、テレビとか映画では見てたけど、夜景のレストランで食事をするなんて、もう50年生きてきて初めて今日経験、いい経験させてもらって、これからはその誰か連れてね、その夜景の見えるレストランでご飯食べたいなって思いましたもん。シチュエーションでちょっと気持ち変わるなと思って。いや僕本当にもう本当に今になってもう失礼なお話ですけれども、もう東京カレンダーって、あのカレンダーなんか僕分からなかったと思う。雑誌だっていうのはもう本当失礼な話で申し訳ないですけど、東京のカレンダーって。そうですよ、東京カレンダーも東京のカレンダーって何だよ。いやそういうもんなのかなと思ってたのが、いろいろ知っていろんな新しい世界で視野が広がったというか。いや素晴らしいですよ。めっちゃ緊張しますよ。夢を見ている。ありがとうございます。こういう世界があるのかな。顔がこっち。これはもうそういうこと。僕が、まあ、思ってるレストランっていうのがもうほんの2年前ぐらいですかね。ゲップがすごいって、いやだからバレないように下を向いて。動画だよ。そう言わなきゃ分かんなかったから。言わなきゃ分かんねえとかじゃねえじゃん。すんなよ。東京カレンダーゲップをよ、はい、東京カレンダーゲップのコーナーねえか。見なことねえだろ。ゲップのコーナー。この思い出のレストランなんですけど、まあ、ほんの2年前、まあ、だからテレビ出る前ですよね。六本木の、焼肉屋さんで、もともとハワイにあったお店が初めて東京、日本に来て、タカアンドトシの都市に呼んでもらってそこに行ったんですよ。行った時にタカアンドトシの都市とオリエンタルラジオの藤森くんが2人で行って、そのいろいろお話しながらご飯食べて、そのめちゃくちゃ美味しくて、その時にお二人がその腕時計の話を見せたんですよね。で僕はちょっと話に入っていけず、なんだったらその日アルバイトで使う980円の靴を履いて六本木のそのお店に行ったんです。でそんな中で高級腕時計の話をしてる2人の話を聞いて、その靴をこう隠したというか、そのなんかちょっとまあ恥ずかしいというか、話に入っていけなくてモジモジしてる自分っていうのをちょっと思い出しますね。で帰り大きなんですけど高野都市の都市にそのタクシー代で1万円もらってその帰ったっていう思い出ですね。目黒のジンギスカン屋さんなんですけど、まあハリウッドザコシショウといううちの先輩に何回か連れて行っていただいたことがありまして、もうめちゃくちゃ美味しくて、そこでまあ師匠にいろいろお笑いのことを聞いたりとかいろいろ勉強させていただいた場所ですね。もういろいろ僕らもやり尽くしたかなぐらいに思ってた時に、師匠に聞いてどういうネタの作り方したらいいのかなみたいな質問したのに、お前らなんかやり尽くして全然ないから、そのまま思ったこと全部やり続けろって言われたのは結構自分が前向きになれたというか、この人に比べたら何もやり尽くしてねえなっていう思いも出まして、
結構簡単に論破されたというかまあ僕らは、まあ、M1 きっかけで僕らを見てくれる方がね増えた多いかと思うんですけれども、その今までテレビとかあのラジオとかで見てる僕らじゃない一面が見せれたかなと思いますね。紙面でかっこいい写真というかそういうのはまあ何回かあったんですけど、女性絡んでっていうのが初なんですよ。その時の表情の変化というか、あ、こんな風になるんだっていうのをちょっと楽しんでいただければなと思いますね。私の中にこんなにもセクシーさが潜んでいたのか、それをぜひ見ていただきたいという思いでございます。